玉木神社は、奈良県吉野郡戸塚川村にある神社、大峰山系の霊山の一つである玉木山の山頂直下の9合目に位置し、大峰奥崖道のなびきの一つである。社務省及び台所、盆昇は、国の重要文化財。境内地の杉の居住群は、奈良県の天然記念物。2004年7月に登録された、ユネスコの世界遺産。 紀伊山地の霊場と三景堂の構成資産、大峰岡景堂の一部、桁雪三県、張間三県、入萌屋作りの建物で、心臓、む服合わせて数枚の胸札が残るが、様式から完成6年の再建とみられている。社元の玉木山縁起では、崇人天皇によって、崇人天皇61年に、熊野本宮と共に創建されたと伝えられ、 古来より都津川との鎮守であった。しかし、旧時期には、辻天皇六十一年の記事はなく、玉城神社のことも伝えられていない一方で、水鏡殿の神宮宗主と同年であることから、作為と考えられ、創建年代は不詳である。玉城山演義をはじめとする社殿は、玉城山山頂近くに露頭する玉石を身体とする、抹社玉石者を玉城の章の由来とし、地主神。 または、奥の院と位置づけており、採用を神奈美として崇拝することが起源であったと考えられている。この玉石舎では大名口の命が祀られており、同社には社殿、祠の類はなく、白い玉石群に囲まれ、地中からわずかに一部が露出している黒い丸石を御神体としている。この黒い丸石の地表に出ているのは、この石のほんの一部分に過ぎず、 その地中に隠れている部分は、計り知れないほどの大きさであると言われており、神武天皇が神武統制の折、この石の上に神宝を置いて、勝利を祈ったとされる。また縁の行者が、竜王の脳から出た宝珠を、あるいは、弘法大師が、自分の宝珠を、この玉石群のもとに埋め祀ったと言われている。玉木さんを、熊野三山の奥の院と称するのは、江戸時代中期頃に所見され、 完成年間の玉城山別当校室井宛沙田書は、玉城山の儀熊の山山奥院格別の由緒にふと記し、貴族風土記は、熊野本宮に、玉城神社の要廃所があったと伝える。神仏集合の後には、不動堂や大日堂を中心とする、修験霊場となり、多数の達中、社坊が営まれた。社殿や祭神には、時期により、移動があり、今日にない社殿や、 京都社殿をことにする祭人も見られる。鎌倉時代の実写演技、所山演技に玉木塾とあるほか、金府山本演技に挙げられる120宿の中に玉水塾の名で記され、室町時代には入り法の宿となった、大峰、金府熊野を結節する用地として、純部、逆部のいずれの大峰屋掛業においても重視され、その過程において、社寺としての形を得たと考えられる。 江戸時代の正和院門関の大峰屋掛業においては峰中華願書として終点になっていた。慶長年間の頃、舎房の一つ笹坊が戦乱に乗じて戸津川里で恣意的な調税を行ったところ、戸塚川の住人の訴えにより、江戸幕府の危機を呼ぶところとなり、笹坊とその共謀者は追放され、笹坊の所領は幕府に差し押さえられた。その後、 元六年間に至ってシ道ドウ造営のため笹坊の旧所領の山林を伐材して財源とすることを試みたが、口添えする本事がないため幕府に許されず、元六四年、安井門関を本事として頼み込んで造営を成し遂げた。以来、安井門関の支配下に入ったが、別当が新領の流木を乱伐する旨が、正護院の関心を引き、門関立法の際の要衝を保護するため、 教法十二年からは正五院門関が玉城さんを支配下に収めた。社家神職と社僧の間には長きにわたって確執があったが、このように相次いで有力な門関の支配下に入ったことにより、社僧が優位に立った。正五院門関の下では、別当寺院の公室院が混流され、七坊十五か、寺を従えて繁栄を見たものの、門関の意向を借りた社僧が、 玉城山の神漁の山林だけでなく、近隣諸村の山林をも横領して、昭護院領としたため、戸塚川里との関係は疎遠なものとなった。一山の収入も小室院に差し押さえられ、社家には割り当てられなかったため、社房は衰退して、数を減らした。明治の神仏分離に際しては、戸塚川村内の他の寺院の霊に漏れず、玉城さんの仏教書道は破壊され、仏像なども破棄された。 玉木山神道入り口のある、大峰奥岳道の本宮辻の近くには、十津川五十四家寺供養となる文字の記された言葉が、今日に残っている。伝説では、平助盛が、密かに、安徳天皇を養子三種の神器の剣と鏡を奉仕して玉木山中に隠れ、その子孫が、玉木氏と名乗り、玉木神社の社手の平となったとされる。近くの天神社とに一部の関係者から、 非常に重要視されているが、最近、特にその傾向が強くなってきている。玉木神社本社付近の空中写真、国土交通省国土画像情報をもとに、作成主言動においては、山林中を自らの足で歩いて修行をする塗装によって、巡る工業を行う山岳修行が重視されていた。峰中寺には、宿と呼ばれる、霊地内修行所が設けられた。宿は、 心霊や祖霊を迎える場所としての意味があるが、実際にはやや異なる機能を持った二種に分化している。一つは、主法、言行の場としての宿であり、もう一つは参道の施設となる宿であって、前者には小指導や大樹、巨岩など、自然数廃物が、後者には神社、寺院が多用され、玉木神社は後者にあたる。しかし、近世以降、山岳修行が定徴となるにつれて、 宿の子は用いられなくなり、代わって、なびきと呼ばれるようになった。今日、大峰奥が家道の峰、中路で、寺社殿と宿坊が残るのは二箇所しかない。鎌倉時代の実写演技、所在演技には玉木山について、峰の名を、阿弥陀如来霊とし、宿としては、玉木塾に否定し、大峰八大混合同時の一つで、阿弥陀如来を、本事物とする悪女同時の居所としている。 ほぼ同時代の大母大三島演技では玉木をビルシャナ塾、法官の森を阿弥陀学と呼んでうがやどに否定し、大峰の峰、中寺の中での位置が示されている。文明18年の年号が記され、原文2年に書写された大峰秘書記並び演技には玉木の名の由来である尿意帽子を縁の行者の演技譚と関連づけているほか、大日如来との関係。 大日堂の存在などが語られており、玉木神社を中心として、周辺の書霊場や宝冠の森をも合わせた総合的な行書であったと考えられている。こうした書記録から中世に大峰屋岳が盛んになるに従って、宿が整備されていった状況を知ることができる。しかし、近世に大峰屋岳の境外化が進むにつれ、信仰のあり方は変わった。 今後を同時、大日不堂不動堂といった道社は依然存続したものの、大日次如来は信仰の中心ではなく、阿弥陀如来は会議見られず、代わって、国行き常立、伊沢木野村、伊沢美村の玉木山諸言言が中心となり、シャチも今日の境内に相当する範囲に対転した。玉木神社の聖域である玉木山は、山頂を除く、標高千メートルから千四十メートルにかけて、 枕状溶岩堆積地があり、海底火山の噴火により、玄武岩質の溶岩が水中に噴出して、急速に冷却、硬化したことにより生じた不規則な楕円状、または曲がった丸太状の形状をした溶岩が一体に露頭している。玉木山山頂の南側斜面には枕状溶岩の顕著な露頭が見られ、場所によっては枕状溶岩が重なり合っている。 玉木さんの標高800メートル以上の植生は、ブナ林帯であるにかかわらず、山頂付近の実は杉、ヒノキ、モミ、ツガなどの新葉樹と、ブナ、水なら、赤シデといった、落葉紅葉樹が混在する植生を示しているが、これは溶岩性の地質によるものである。また、枕状溶岩の重なり合いの中には、玉木あるいは玉木ように見える箇所があって、 宿や山の名の由来と解され、こうした地質と植生の得意がもたらす景観こそが、玉木山を霊地とし、宿を成立せしめた根元であると考えられている。また、路頭の生誕にある土岩と呼ばれる岩には、鳥居の実を設けて、白山権現を祀る白山社の岩倉となっており、玉木山における岩倉信仰の古い形を伝える、ものである。反対側の東端の潮根には峰中寺が走り、 その途中に玉石者と呼ばれる地主神の祭壇が設けられている。聖域の根本的な要素である枕城、溶岩路頭を峰中寺から拝礼しようとする場合、玉石者の祭壇は適所であることから、本来は廃所であったと見ることができる。玉石者は玉城神社の奥者であるとされるが、今日では玉石者の身体である枕城溶岩の周囲に、 人工的な作為が相当に加えられており、自然石を自然の状態で排礼することを重んじる。山岳資源の本来の思想からは異質な状態であることから、遅くとも近世後期に遡る造作の可能性が指摘されている。今日の社殿は枕状溶岩路等を背後に背負った位置にある。路頭直下は、傾斜が急で地滑りを起こしやすく、同社を営むには無理があることから、 シャドが緩やかになる現在地まで標高を下げたのであろうが、しかし、そのことは、本来の礼拝対象である、玉木が何であるかを分かりにくくし、霊地の根元を不明確にしてしまったと考えられている。玉木山周辺で、峰中寺から外れているにもかかわらず今日まで、大峰屋掛業における拝礼が続けられている、宝冠の森という行書がある。玉木山から派生する、重たる尾根は、 X 字上に4本あって、大目根翼崖道は東北と南西に伸びる尾根筋を通るが、これとは別に、玉木山山頂から南東方向に派生する尾根城を約 1.5km 行ったところにある尾根の第三のピークが宝冠の森である。宝冠の森のある標高 940m 地点までの尾根筋には 1064m 及び 1057m の2つのピークがあり、 ピークとピークとの間の痩せ尾根には、結界守後の五法を祀る祭壇とみられる人工的な石組みによる集積が確認されている。また、1057メートルのピーク上には霊拝石を伴う石組みが認められ、遠方の行所を溶廃する花率と考えられているなど、めぐる峰業の遺跡が数箇所存在している。最後のピークを越えると、正面に、 自然林に覆われた岩峰があり、その頂上一帯が宝冠の森である。宝冠の森の頂上一帯、すなわち人に侵されたことのない結界内の森林によって構成されたピークは、権ン衰弱の聖地としての森の様相を示しているが、こうした例は、津島白竹山や彦山など、紀伊半島南部異西の商用樹林帯で後半に見られるものである。頂上の平坦部には、 フンガ岩として用いられたと見られる祭壇があり、その奥の一段高い部分には岩倉があって、石体が据えられている。石体がゴンゲン衰弱の寄り台としての意味を持つことを考慮すると、宝冠の森頂上部のこうした配置は、石体を中心とした岩倉軍を自然林が取り囲む聖域としての森であったと返される。こうした解釈はいくつかの資料によって裏付けられ、 鎌倉時代のものとされる、所山演技は、奉還の森に相当する峰を大ビル社長区と呼び、玉木山権現演技の第七段、大ビル社長区では、奉還奉、中大奉という別称を紹介するとともに、こうした名称の由来を行記が、大日系、第日如来像、旗に竜を奉納した故事に求め、玉木さんを第日塾と呼ぶとしている。こうした点から、奉還の森とは、 宝冠をいただく大蔵会大日如来が衰弱する聖地なのである。前述のように、玉木神社は三郎宿としての機能を持つが、単なる宿泊施設ではない。近世以降に衰弱するまでの伊立法の本来の姿とは、峰中路上の行所を回るだけでなく、三郎宿を拠点として、峰中寺から外れた周辺の聖域を訪れて、拝礼するというものであった。しかし、 大峰屋岳の衰退とともに、峰中寺から外れた行場や、聖域の多くは退転し、宝冠の森や、大日岳から谷筋に下る、前期山、前期、裏、行場、大普遍岳から断崖を下る章の岩屋など、少数のものが今日に伝承されるに過ぎない。こうした点からするならばたま神社の成立とは、宿機能を備えた社殿の成立を意味するものであった。そして、 玉城山と宝冠の森をつなぐ、おね堂上の祭祀遺跡は、入り修行の本来の姿を今日に示唆する、山岳信仰遺跡なのである。社務所おすぎ、ありがとうございます。